はいどうもこんにちは、森本です。今回はこちら、ホンダライフの車検整備の一部を紹介していきます。まずは、この車の車両情報をお伝えしていきます。車種はライフ GF-JB1 です。年式が平成13年3月、走行距離が9万2100キロとなっています。で、今回の車検で見つけた不具合なんですけれども、こちら。 左前のステアリング関係のガタつきになります。まずは一度そのガタつき具合というものを見ていただきたいと思います。で、このガタつきの点検方法なんですけれども、こちら、タイロッド、ロッドの方ですね。こちらを手で持って上下に揺するとよくわかります。 というわけでこんな感じでかなりガタつきが大きいというのがお分かりいただけたでしょうかでこのガタつきの原因なんですけれどもタイロッドの取り付け部分が非常に怪しいですよね。ただタイロットの取り付け部分はステアリングラックブーツがついているせいで中の様子まで見えないですよね なので、まずは原因究明のために、このステアリングラックブーツを取り外しして、中の様子を見ていこうと思います。というわけですので、ステアリングラックブーツを取り外ししていくんですけれども、まず手順としては、このタイロットエンドを取り外しする必要があります。まあ、取り外しする理由は簡単ですよね。 タイロットエンドを取り外ししないとラックブーツを引き抜いてくることができませんよねなのでタイロッドエンドの取り外しを行っていきます。でこのタイロットエンドなんですけれども取り外しをする前にタイロットとの位置関係を覚えておく必要があります。 この位置関係が大きくずれてしまうとサイドスリップの方も大きくずれてしまうことになってしまいますなので位置関係を覚えておいて後でサイドスリップの調整が楽になるようにしておきますでこの位置関係の覚え方なんですけれどもどんな方法をとっていただいても構いませんちなみに僕のやり方なんですけれども タイロットにあるネジ山の数ですね。これを覚えておいて記録しておくという方法をとっています。まあ、ここはですね、別にネジ山の数じゃなくても、ネジ山の長さを測っておいて記録しておくという方法でもいいと思います。位置関係の記録ができたら、タイロットエンドを固定しているナット、これを緩めていきます。 次にタイロットエンドをナックルから切り離ししていきますでまあこのタイロットエンドの取り外しは何回も紹介していますので皆さんも方法は分かっていると思いますまずは割りピンを取り外ししてタイロットエンドの取り付けナットを外していきますその次にタイロットエンドプーラーをセットしていきます あとはこのプーラーを締め付けしていけばタイロットエンドの取り外しができますはいこんな感じでタイロットエンドとナックルの切り離しができましたね次にタイロットエンドをタイロットから取り外ししていきます といってもですね、このタイロットエンドはネジ構造で付いているだけですので、タイロットエンド自体を半時計回りに回していけば、タイロットから取り外しすることができます。はい、こんな感じでタイロットエンドの取り外しができました。さあ、これでやっとステアリングラックブーツの取り外しができますね。 で、このステアリングラックブーツの取り外しなんですけれども、ブーツの両端にバンドがついていますので、このバンドを取り外しすれば、ラックブーツを引き抜くことができます。はい。というわけで、ステアリングラックブーツの取り外しができました。で、ラックブーツを取り外ししたところ、こんなものが出てきました。これ、何でしょうかね 僕的には非常に嫌な予感がしますとりあえずですねまずはタイロットの取り付け部分の点検をしていきますはいというわけでタイロットの取り付け部分を手で動かして点検してみたんですけれども特にガタつきとかはなかったですね で、それよりも気になるのが最初に出てきた謎の部品ですよね。これはおそらくステアリングギアボックス内部の部品だと思うんですよね。で、ステアリングギアボックスをよく見ると、この収納するロッドっていうんですかね。これが落ち込んでいるというのが見ていただければわかると思います。ここ非常に怪しいですよね。 ここにガタつきがないかどうか手で揺らしてみて点検をしてみようと思います。はい、というわけでお分かりいただけたでしょうかステアリングギアボックス内部のこのロッドっていうんですかねそれにガタつきがあるというのが分かっていただけたと思います。 で、この部分のガタつきというのはですね、皆さんもわかるとは思うんですけれども、正常ではありませんので、修理をする必要があります。で、修理すると言ってもですね、このステアリングギアボックスは内部を分解するということができません。まあ、部品の供給もありませんので、当然なんですけれども、なので、ここはですね、 ステアリングギアボックスアッセンブリの交換で対応をしていきたいと思います。で、取り外しの手順なんですけれども、このライフは電動のパワーステアリングが付いていますので、特にですね、なんかパワーステアリングのフルードを抜くとかいう作業は必要ありませんね。で、この電動パワーステアリング自体も結構ですね、なんか丸見えですよね。なので、 取り付け台を取り外しすればなんかスルスルと抜けていきそうな気はしますまあですね考えていても仕方ありませんのでとりあえず作業を進めていきますまずはタイロットエンドを取り外ししていきます左側のタイロットエンドはすでに取り外しをしましたので反対側右側のタイロットエンドを取り外ししていきますで右側のタイロットエンド 取り外し手順は左側と同じですので特に解説するところはないですねそれじゃあ次にステアリングギアボックスを固定しているステーを取り外ししていきますでステアリングギアボックスは C の字型といえばいいんでしょうか、まあ、こんな形のステーで固定をされていますでこのステーはボルトで固定されているんですけれども ボルトへのアプローチはこんな感じでメンバーにサービスホールがついていますこのサービスホールにソケットと差し込んでボルトにアプローチをしていきますでこのステーを固定しているボルトは左右に2本ずつ合計4本ありますのですべて取り外しを行っていきますボルトの取り外しができたら ステアリングギアボックスからステーを外していきます次はこれですね電動パワーステアリングのモーターとコントローラー部分だと思うんですけれどもそちらに通じている配線カプラー2か所ありますので取り外しを行いますさああと最後にですねステアリングシャフトとギアボックスの切り離しを行っていきます この作業は車内から行います。運転席足元にあります、こちらのシャフトのジョイント部分についているカバーですね。こちらをまず取り外ししていきます。カバーを取り外しすると、このようにジョイント部分が見えてきますね。で、このジョイントはご覧のようにボルトで固定されているだけなんですね。なので、この固定しているボルトを取り外しして、 ステアリングシャフトとステアリングギアボックスの切り離しを行っていきますあとジョイント部分の上部にも固定ボルトがありますこのボルトを緩めておかないとジョイントがスライドしないので取り外しすることができませんはいこんな感じでステアリングシャフトとステアリングギアボックスの切り離し作業が完了しました さあ、これでステアリングギアボックスの周りについている部品はすべて取り外しができましたので、次はステアリングギアボックス本体の取り外しを行っていきます。 はい、ステアリングギアボックス引き抜こうと思ったんですけれども全然抜ける気配がしないんですよねでよく見てみると車のボディとステアリングギアボックスのシャフトの部分ですねこちらが干渉してしまっていますこれはステアリングギアボックスをもうちょっと下に下ろせばですねシャフトの部分回避できるんでしょうけれども メンバーが邪魔をして、これ以上ステアリングギアボックス下に下ろすことができないんですね。はい。というわけですので、追加の作業にはなるんですけれども、こちらのメンバーを下に下ろすという作業を行っていきます。で、メンバーを下ろす手順なんですけれども、まずは、このメンバーの真下についているフロントパイプ、 これ邪魔になりそうですよね。なのでフロントパイプは取り外しを行っておきます。あとメンバーとボディとの取り付けですね。ロアアームの付け根にボルトが2本とメンバーの前方にも固定ボルトが1本あります。で、これそれぞれ左右についていますので合計6本の固定ボルトを緩める必要があります。 で、あと、リアのエンジンマウントがメンバーに固定されているんですね。なので、このエンジンマウントの固定ボルトも取り外しする必要があります。あと、スタビライザーのリンクロッドと、ロア,アームのボールジョイントの取り付け部分、こちらも切り離しをしておく必要があります。で、動画にはしていなかったんですけれども、 ロアアームのボールジョイントブーツの交換も今回の車検で行っていたんですね。なので、ロアアームのボールジョイントとスタビライザーのリンクロッドはすでに切り離しを行っておりました。なので、今回切り離しを行うのはフロントパイプとメンバーとエンジンマウントだけになります。じゃあ早速メンバーの切り離し作業を行っていきます。 まずはフロントパイプの切り離しからです。まあ、ここは取り付けボルトを緩めていくだけなんですけれども、排気系統ですので、ボルトが錆びているということが多いです。なので、このあたりのボルトを緩める際は、浸透潤滑剤、まあ、CRC だったり、ラスペネを使ったり、で、錆びがひどい場合は、バーナー等で炙る必要もあるかもしれません。で、今回のライフの場合なんですけれども、 リア側の固定ボルトは簡単に緩んだんですけれどもフロント側の固定ボルトはバーナーで炙らないと緩めることができませんでした次にエンジンマウントを切り離ししていきますでエンジンマウントを切り離しすると当然ですがエンジンが下に落ちてきますので エンジン自体をジャッキ等で支えておいてからエンジンマウントのボルトを切り離しする必要がありますまたこの後メンバーの固定ボルトも取り外しを行いますのでメンバー自体も落ちてきますなのでエンジンとは別でメンバーもジャッキ等を使って支えておく必要があります 次にメンバーの固定ボルトを取り外ししていきます取り外しをするのはロアアームの付け根のボルト左右4本とメンバー前方にある取り付けボルト左右2本合計6本を取り外ししていきますさあメンバーの固定ボルトが全て外れましたので今からメンバーを支えているジャッキを下ろして ボディからメンバーを切り離ししていきますはいこんな感じでメンバーを下ろすことができましたよねで僕後でネットの情報を見てみたんですけれどもこんな風に完全にメンバーの固定ボルトを取り外しする必要はないようです 運転席側のメンバーの固定ボルトだけ完全に取り外しをすれば、助手席側はですね、ボルトをつけたままでも、ステアリングギアボックスの取り外しはできるようです。さあ、というわけで、メンバーを下ろしたおかげで、ステアリングギアボックスのシャフトの部分、ボディ交わせそうですよね。これで、ステアリングギアボックスアッセンブリーの抜き取りができそうです。 はい、というわけでやっとステアリングギアボックスアッセンブリーの取り外しができましたでギアボックスが外れた状態でももう一度ガタつきを確認したいと思いますこんな感じでラック内のカラーが破損してしまったせいで大きなガタつきが発生しているというのがお分かりいただけるでしょうか というわけで、ステアリングギアボックスアッセンブリーの交換を行っていくんですけれども、今回はリビルトのギアボックスを使用していきます。で、リビルトのギアボックスを取り付けしていくんですけれども、少しですね、移植する部品があります。シャフトの周りのカバーと、ギアボックスを固定するためのブッシュですね、これら2点を移植しておきます。 さあ、部品の移植が完了しましたので、リビルトのステアリングギアボックスを車に取り付けしていきます。で、取り付けなんですけれども、取り外しと全くの逆の手順で行っていくだけですね。特に特殊な作業は必要ありません。で、まあ、唯一気をつけるとすれば、ハンドルとギアボックスの位置関係だと思います。 基本的にステアリングギアボックスはハンドルがセンターの位置、まあ、直進状態の位置で取り外し取り付けを行う方がいいですこの位置関係がずれた状態で取り付けを行うと後で調整が大変になりますのでこのあたりだけ注意して組み付けすればいいと思います はい、というわけでこんな感じで新品のステアリングギアボックスに交換することができましたさあこれでガタつきも直っているはずですのでもう一度点検をしていきますはいどうでしょうか ステアリングギアボックスを交換したことでガタつきが完全になくなっていますよね。これでもう大丈夫です。はい。というわけでもうタイヤつけて車自体リフトから降りているんですけれども最後にホイールアライメントまあ主にサイドスリップですねこちらを調整してでテスト走行して異常がなければこれで全ての整備完了となります。 はい。というわけで今回はライフのステアリングギアボックスの交換の様子を紹介させていただきました。で、今回紹介したステアリングギアボックスの不具合、ネットで調べてみると、まあ、結構検索ヒットしますね。なんで、まあ、このライフあるあるの不具合なのかなというふうに感じました。まあ、僕は今回初めて当たったんですけどね。なんでまあ、 こういった不具合って、うんとやっぱり点検しないと見つけることが難しいですよね。で、このステアリングギアボックス、ハンドル関係の部品ですので、かなり重要な部品になってきますので、まあ、やっぱりもういつも言ってることですけれども、定期的な点検、まあ、これが重要になってくると思います。まあ、特に年式の古い車だったり、走行距離が 多い車、まあ、これらは重点的に点検する必要があるかなというふうに感じました。はい、というわけで今回の動画以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。